ーズンズです。ゆうこです。くみです。とこです。はい、はいはい、2024年が明けましてですね、皆さんどんな新しい、ね、年を、ね、過ごしてらっしゃるでしょうか。今年もですね、アマゾンズは精力的にライブ活動していこうと思っておりますが、まずはですね、第1弾ハッピーブレイクグラウンドボリューム4、ね、うん、こちらがですね、いつあるの？3月31日、日曜日。うん、そうなんです。初めてだね、日曜日。だかな、ハッピープレイとかね、うん、そうです、そうです。これはね、日曜日ってね、皆さんお休みの方も多いと思いますからね、来やすかったりするんじゃないですか。おまけに今回はね、時間がね、そう、日曜日ということでね、うん、明るいうちから始めようと。明るい、そうです。ね、皆さんも昼間からね、いい感じでね、盛り上がっていただきたいんですけど、今回のサブタイトル、はい、こちらがですね、ゆうこ&くみバースデイライブ。そうなんですよ、誕生日のね、3月 ね、このミラ君がね、3月18、19、ね、そうなのね、くみちゃんとゆうこはね、お誕生日がつながってるんですよ。びっくりぽくね、繋がってるって言ってもね、年が過ぎたら違うんですけどね、びっくりぽくね。そうそうそうそんなね、そんなちょうど3月にライブが決まりましたんで、そこのまあミラクルをですね、ちょっと紐解いていこうじゃないかというですね。紐解くの？意外と3月生まれ多いのよね、うん、まあまあまあ、ミュージシャンは結構多いね、分かんない、他のお仕事の方も多いかもしれないけど、とにかく多いね。多かったね、うん、だって柿はもう3月じゃん。そう、高橋さんもアマゾンのスタッフのね、うん、高橋さんも、高橋さんなんてね、3月20日だから21じゃない、21じゃん、つながってない、ね、でも本当に多いんですよ。3月生まれの会って言った時もね、またも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 、そう、3月生まれの会ってね、この先のやってる、うん、もうやってないね、ちょっとコロナになってからね、うん、ちょっとあれだけど、うんうん、そうそう、一回私ね、ファンタスティックサーティーが出た時にお邪魔して参加させていただいてですね、まあ本当にステージ上にもうね、乗らないの、ね、そうそう、だからもう入れ替え入れ替えで曲ごとにね、そうそうそう、やっていかないと全員が出演できないっていう ね、うん、ボーカリストだけでも相当何人か6、7人いるんじゃない、ね、まあ、他にもいらっしゃいますけど、ね、うん、その時に出たい人数はね、うんうん、なんかそういうのあるんですか ね、だから本当に繋がってきた、ダダ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 ダ、そうそうそう、ね、ね、だからまあそうやってね、なるべくしてね、ミュージシャンだったんじゃないですか。そうですかね、ミュージシャン、歌ってるってこと。3月前の人がね、こうミュージシャンに多いということはですね、うん、まあ、そういう運命を持って生まれてきたんじゃないかな、なんてことをね、なんてことをね、なんてことをですね、いろいろと紐解いていきたいと思うライブでございます。来なきゃね、見れないものがあるからね。そうよ、くしいろいろね、今の作戦をね、ねえねえしてます。ねえねえしてますので、本当に皆さん楽しみにしていただきたいと思います。はい。ねえ。うん。無敵にしよう。うん。そうね。はい。3月31日日曜日ですね。うん、場所は目黒ブルースアレイになります。そうです。はい。一部。はい。オープンが2時ですね。うん、スタートが3時。はい。はい。で、入れ替え制になりまして、2部が、オープンが5時半、うん、でスタートが6時半となります。おでございます。2回ステージです。はい。ね、はい、いつものメンバーとですね。そうです。楽しいステージにしたいと思いますので、はい、ぜひ皆様、チケット絶賛発売中でございます。はい。お買い求めくださいませ。お早めにね。ね、急に終わったのね。そうみたい。